はい、次のご質問は、漢方の抗うつ薬という質問です。そもそも僕昔は漢方を始めた当初は、漢方薬を精神科的な疾患に出すのはとんでもないと思っていました。ところが僕の外来に精神科の専門医の先生がついてくれて、むしろ漢方はいいって言うんですね。ある意味時間稼ぎと思って使えばいいと。そして漢方で治んない時に、つまり漢方も飲んで休養して治んない時に精神科の受診を勧めてもらった方がありがたいと言ってもらいました。それからたくさん漢方薬を精神的な方に出すようになって、勉強しました。やっぱり漢方結構いいんですね。でまず、今ご質問があったうつっぽい人ね、漢方はみんな昔の知恵なんでうつ病と限らなくてもいいです。うつ病の人もいいですけども、うつっぽいね、うつうつ気分、そんなのをみんな、包括して、僕がまず出す漢方薬は、神気飛湯です。神気飛湯は朝鮮人参と奥義が入っている薬なんですね。その心バージョンっていうふうに僕は説明しています。なんとなくちょっと心が疲れたなっていう時に、ともかくこれを飲んで休めばいいんですね。4週間ぐらい出して少し仕事を、まあ、楽にしろと、ね、ひどい場合にも休めと、そんなことを指導するだけでも十分回復をします。そして治んない時に専門家に依頼するんでいいんではないかなと思っています。で保険病名ですけども、これは何といっても神気飛湯に精神不安ってありますからね、もうそのまま精神不安と4文字書いていただければ保険で削れることはありません。もちろん西洋医学的な病名ね、うつ病でも書いてもらっていいです、ね、ただそれはこの神気飛湯には入ってないので、それを書いただけでは保険病名にはならないんですね。くれぐれもこういうしっかり手帳をね、皆さんポケットに入れてもらって、そして、相当その効能効果を覚えきるまでは、効能効果と対応させて、書く練習をするとずっと腑に落ちてくると思っています。そんなちょっとした努力でずっと勉強が深くなっていきますので努力してください。で神気飛湯から柴胡と三枝子を抜いたやつを気飛湯って言いますけども、やっぱりうつ病っぽい人には僕は柴胡と三枝子があった方がいいと思ってるんですね。ですからできれば神気飛湯の方がおすすめです。神気飛湯が飲めないような人ね、それは通常であればね、心の病気でなければ気飛湯なんかにしますけども、そういう場合には僕は立君子湯なんかもいいと思っています。立君子湯は、まあ、よほどのことがない気が飲めます。で立君子湯にも、軽いうつに対する効果もあるというのが僕の臨床経験なんですね。で立君子湯に、症状、これにはもう心の病の症状は基本的にあまり書いてません。ただね、疲れやすくとか食欲がなくと書いてあるので、まあ神気飛湯が飲めないぐらい元気がない人は疲れているか食欲ないっていうのは当てはまりますから、そんなキーワードをピックアップして、神気飛湯を飲めない場合には立君子湯で対応するのもいいんじゃないかなと思っています。基本は時間稼ぎの一つの手段と思って、ぜひ漢方も活用してください。はい。